トマトにおけるカルシウム欠乏症カルシウム欠乏症とは植物の障害の一つである。植物の生育にとって環境中のカルシウムが不足している時に起こりうる。ただし、より多く見られる原因は全体のあるいは一部の組織で蒸散作用の水準が低いことである。カルシウムは支部内を移動しないため蒸散が稀か全くない組織は 局所的なカルシウム欠乏になりやすい。カルシウム欠乏症の原因として、以下が挙げられる。クレープトマトにおける尻腐れ特徴的な症状は、根系の未発達と葉のクロロシスである。植物全体の生育阻害を招く。症状は普通、地上部よりも根系で先に現れる。根系でも葉でも、最初の症状は、局所的な組織のネクロシスである。 症状が進行すると根端は死滅する。このため、カルシウム欠乏下では根の生育と身長は阻害される。例えば、カルシウムがない培養液にトマト用植物を移すと根の身長は直ちに停止する。一般に、カルシウム欠乏症となると根腐れが生じやすくなる。また、植物はカルシウム濃度が十分な条件で生育して、 カルシウムを体内に吸収していても、その植物がカルシウム飢餓条件に移植されるとその根は阻害症状を呈する。このことは、植物にとってカルシウムイオンは培地から常に供給されていなければならないことを示す。葉では、カルシウム欠乏症のネクロシスは若い葉の葉塩笛師範、または葉の湾曲、最終的に長芽の死を招く。一般に、最初の発症は、 若くて成長が早い植物組織で現れる。特に地上部では生育が早い上位用で先端用の生育が阻害される。先端に行くほど障害が強く発火しさらにカッペン腰する。カルシウムは非動性であり古い幼虫で高濃度に蓄積されるためカルシウム欠乏症を発症したハワメットに成熟しない。花粉管の身長にも カルシウムとホウ素が必須である。花粉管は根と同様に培地から常にカルシウムの供給を受けなければ欠乏症を示す。また、手術ではカルシウム欠乏症で鼻落ち部分のエシや成熟の抑制などの症状が現れる。尻腐れしたグレープトマトの断面図対象植物が特異的に酸性土壌を好む場合を除きカルシウム欠乏症は pH が6.5となるように酸性土壌に農業用石灰を投入することで強制することができる。土壌の保水能力を向上させるために土壌に有機物を加えることが推奨される。しかし、障害の性質上、一般に根にカルシウムを与えることによって問題は解決されない。いくつかの種では疾病可能性のある組織に塩化カルシウムをスプレーで 予防的に吹きつけることによって問題を低減することができる。カルシウム欠乏症による植物の損傷を回復させることは困難である。例えば、症状が現れた際、直ちに窒素 200ppm 分の硝酸カルシウムを追加で使用するべきとされている。多くの場合、カルシウム欠乏症は低い土壌 pH と関連しているため、土壌 pH の試験及び、 必要に応じて pH の是正が必要となる。ありがとうございます。